ステックジャパン2005三菱電機ブースにて、オーロラビジョンは三菱電機株式会社が製造している大型映像装置で、同社の登録商標を。を世界各国では、ダイヤモンドビジョンの名称で販売されている。屋外にある大型ディスプレイの代表格で、時に大型映像装置を指す普通名詞としても用いられる。CRT、または LED を。 表示素子に採用している。三菱電機は1970年代中央研究所に情報交換会を創設した。当時の情報交換会で巨大ディスプレイのアイデアを出し実現したのがオーロラビジョンである。NPB 球団のオーナーから大差で負けている時に観客を帰らせない方法を考えてほしいという情報が入ってきた。そこで 情報交換会でブレインストーミングを行ったところ、以前のファインプレイのビデオを観客に見せてはどうかというアイデアが出た。しかし、ディスプレイをどこに置くが問題となった。当時においては、個人用のディスプレイがないため、これを外野席に置くしかなかったが、観客に選手の顔を判別させるには、最低でも8メートル、10メートルの大きさが必要となる。しかし、 ブラウン管でこれを実現すると奥行きが10メートル以上となり、非現実的である。そこで再びブレインストーミングを行ったところ、テレビを拡大すると赤、緑、青の点が並んでいることから、小さな赤、緑、青色の3種類のブラウン管を作り、それを数万個並べる方式が浮上し、開発に結びついた。本装置は映像装置でありながら、 同社の映像装置事業を手掛ける京都製作所ではなく長崎製作所で開発、製造されている。これは1978年の第二次オイルショックで造船需要が低迷したことで当時船舶向け大型充電機器を製造していた長崎製作所のエンジニアが船舶機器に代わる製品として開発したという経緯によるものである。第1号は 世界初のフルカラー大型映像装置として1980年に米ドジャース・タジアムにダイヤモンドビジョンの名称で設置された。コケラ落としは同年7月8日にドースタジアムで初めて開催されたオールスターゲームであった。10億円を超える高価な装置であったがドースタジアムを本拠とするロサンゼルス・ドジャースはこの最新鋭の装置を最大限に活用。 現在も見られる、オーロラビジョンとエレクトオン演奏の連動による拍手や、ウェーブなどの演出を生み出した。翌1981年に、ドジャースが16年ぶりのワールドシリーズ優勝を、果たしたことから、全米の大リーグ球団本拠地に次々と、同装地が設置されるきっかけとなった。日本でも1981年に、後楽園球場に第1号が設置され、 その後全国のスポーツ施設を中心に設置が進んでいった。また、日本において、オーロラビジョンが大型映像装置の代名詞となったのは、アメリカオーダンウルトラクイズにおいて、国内第一次予選のクイズで、司会の福留伊が、正解発表の際に、答えは、オーロラビジョンが知っている。といったことが影響したとも言われる。2018年、 IEEE より屋外の直射日光下で使用できるフルカラー大型ディスプレイ技術が現在でも世界中の屋内外で人々を映像で楽しませる手段として大きな役割を果たしていることが高く評価されたことにより IEEE マイルストーンに認定された2006年現在同社の大型映像装置はすべて LED 方式を用いているただし 同じ LED 方式でも、砲弾タイプと呼ばれる、RGB 素子が独立したタイプの他に、表面実装により、見払い色の素子を一体化させた、面実装、3-in-1 タイプがある。デジタルサイネージ用途向けを想定した、小型映像装置。屋外用のタイプ R およびタイプ S、屋内ショーウィンドウ用のタイプ W があり、従来型のオーロラビジョンと比べてコンパクトで安価な。 ことが特徴。フルカラー反射型デバイスを用いた静止画表示装置。表示制御を行うパソコンから転送された BMP 形式の静止画像を同一サイズ、解像度で表示させ、スケジュール設定により複数の画像を自動で切り替えることができる。データ転送後は制御パソコンによる操作を必要とせず、オーロラビジョン R のみで、 自動運転を行うことが可能である。電力を消費するのは、表示切り替え時のみで、その後は無電源の状態でも表示を保持することができる。反射型のため夜間には、照明を別途用意する必要があるが、それでも LED 方式と比べると消費電力は低く抑えられる。表示色も4096色。 解像度も画素ピッチ 5mm と LED 方式に比べかなり高精細である。名鉄電車に搭載された反射型車両行き先表示板。仕切りを境に2台で構成され、左右で天地交互に配置されている。派生製品にオーロラビジョン R ステーがあり、駅の電子時刻表など交通システムへの導入が想定されていた。また、 LED 式に代わる行き先表示装置として、画素ピッチを0 5ト、mm、ルとより高精細にした、反射型デバイスが、名古屋鉄道の鉄道車両に採用された。しかし、反射型表示デバイスと名打ち交通関連の、情報案内表示や、広告媒体などへの採用を見込んで販売されていた。ものの、他にこれといったセールスがなかったこともあり、新規生産は、 早々に打ち切られた。名古屋鉄道の鉄道車両に搭載されたデバイスは、後にコントラストを高めた改良型に換装されたものの、製造中止により新規搭載が見込めなくなったため、以後の車両には LED 式の表示器を使用している。千葉マリンスタジアムのオーロラリボンオーロラビジョンを細長くした形状の映像装置。文字情報や図形、写真などを オーロラビジョン同様、フルカラーで放映できる。東京競馬場のターフビジョン鹿島サッカースタジアムのリボンビジョン。ありがとうございます。